はい、こんにちは、坂井ギタースクールです。今日はですね、ちょっと指をセットしたらそこで終わりと思わないことみたいな、そんなお話をしたいなと思います。今よくあること、よくあることなんだけど、例えば、曲を弾くときね、普通にね、綺麗に弾きたいなと思って、演奏はするんだけど、指のセッティングができた時点で、なんか左の役目は終わりましたみたいになっちゃう人って結構多いんですよ。例えばね、このラグリマのこの部分なんかは4弦3弦1弦、この4弦3弦1弦ラグリマのね、途中なんかこれをここを弾、まずは1弦4弦を弾いて後から3弦を弾く。で、例えばここの3箇所ね、もう同時にセッティングしますよっていう人もいれば、時間差でセッティングする人もいると思うんです。それはそれでね、どっちだったとしても、そこはいいとして、例えばこうね、同時にセッティングしましたっていう時に、もうセッティングが終わったらあとは右手の問題みたいな風に、意識としてはなっていくかもしれないんだけど、そこで左手の役目が終わったと思って、今出すその1弦とこの形の中の1弦と4弦、1弦と4弦というところに意識がいってないと、肝心なこう、もうセッティング終わって、さああとは綺麗な音を出すだけっていうところで、あれみたいな、ビリビリ、なんか抑えが甘かったなみたいなことってね、結構起こりやすいんですよ。で、これは力を入れてるかどうかじゃなくて、今この瞬間、音を出すその瞬間に押さえてる指、この2本の指で押さえてるここの音を出そうとしてるんだよっていう、意識が足りないとかね、何が言いたいかっていうと、せっかく左指いい形作りましたってなっても、そこをね、作っただけじゃなくて、作ってそのどこの弦を今弾くのかっていう、そこの指に意識が届いているかっていう、この辺ね、ちょっと難しいとこではあるかもしれないんですけど、もうこの音こう左のポジションとともに、今その瞬間に出そうとしてるのはこの3の指のこの音ですよっていう、右手はもちろん音を出す、弦を弾く指だから気にするのは当たり前って思うかもしれないけど、左指も押さえ終わってるからあとはこっちに任せますというよりは、今ここみたいな、もうこういうね、気持ちね、意識ね、これ結構大事だったりします。いろんな場面でね、単音だけ弾いてるんだと、今まさに弾いてる音に意識は持っていきやすいかもしれないんですけどね、正波とか、和音で捉えてアルペジオとかね、だから結構そういうところでこうまとめて押さえちゃったりすると、それぞれピンポイントで、意識できてなかったりすることって多いんですよ。はい、ということでね、ちょっとそんなところ意識して曲弾けると、すごく一個一個の音綺麗に出せるようになってくると思います。頑張りましょう。